あれ B ブロックですか、もう。もう B ブロックですね。次は小組さん対サッサン。いや主催者の一人サッサン。あ、ネア側のね。ネア側の主催者。ただパーエスファミリーなんで。昨日なんかパーエスさんと対戦してちょっと仕上がったとか言って。サッサンが。さっきやったら話し放題で。おお。ほんまもう僕はちょっと切れそうになりました。まあまあ。さあ 1P の小組さんが。カスミキングクラーク 2P のサスさんが、まあ、キング系ダッシュカスミ赤のカスミ強そうですね赤いカスミ強そうよね確かに分かる分かる大体使ってる人強いですからねジャンディーとかで大体カスミが攻めようとするがキングが追っ払うとこれ俺はさすがにカスミ入れると思いますけど 5.5 ぐらいキングじゃないのこれいや俺 5.5 カスミかなと思ってるんですけどね近づけないじゃないですか赤ね。ねスコアさんが曰くキング有利僕もキリアン曰くカスミじゃあこいつほんま長いものに曲がりやがってよ近づけないでしょねまあまあキングが上手けるからああまあまあまあやっぱそういうことらしくやっぱキングは取ってキングクラこれはまあ誰言わずもがなキング有利でしょいやクラークよりスコア適当言いやがってこの野郎いや僕もクラークよりやったほんまこいつは適当な実況者ばっかりやいやえほんまもう3人俺はちゃんとしてるつもりあっ激しいミラダ暴れが通って何やそれは襲いに行きましたねタックルしましたねレイプタックルが入るがあれ間に合ってない間に合ってないけどなんか投げようとしてたからねテキングが取ってサッサンが先方で大将を引きずり出すさあキング同キャラこれはゴブですねまあまあまあ体力差あるとはいえ大将の先方でゴブわあこれミラダンのミスでしょうが噛み合ってそこ初コンいかへんのかと前転からのミラダンという激しい行動が決まり前村さんがサッサンのことに爆笑してる前村さん人の服は大好きですからおわすが大工今の馬あーとやーとおさっさんが三立てしてサプライズ減りますねただマヨラーさんは爆笑してますさすがマヨラーさん強いですねうんさっさんお一回戦ボーイ一回戦ボーイと言いつつ取りましたね 1P ケイスケさん 2P マヨラーさんですケイスケさん VS マヨラーさんケイスケさん対マヨラーさんさあ関西のトッププレイヤーの一人マヨラーさんがまず現れましたと 1P ケイスケさん 2P マヨラーさん、うん、まあマヨラーさんと、まあ、東京遠征行きましたけどあそうかああ、まあ、さあ2人じゃあマヨラーさんとねいい勝負する人ばっかりなんでね僕なんか行ったらダメやったんですよやっぱり僕はやっぱダメでしたもう一人おまけの人があの人も感じさせましたTS さんみんなを切れさせてたみんなを切れさせてました相変わらずさあ 1P ケイスケさんあ、ね、ま実況してますさあマヨラーさんはベニマル系ダッシュネームですガチですねガチあ実況が変わりまして危ない本名言いそうやってブラシェルの人に変わりましたと誰と誰さあクーラーベニマルこれはまあゴブトッププレイヤーではゴブという結果なんでゴブです、まあ、下手に遠心を振らなければクーラーが遠心では禁止ね禁止、うん、さあマヨラーさん最近ベニマルもちゃんと使って最近ご無沙汰してましたが多少利がちょっと出ないかこのワンフレだけセコすぎるやろないわ絶対セコよわあーブレスが入見てちゃんとジャンディからフルコン入れてマヨラーさんが先方を取るとさすがマヨラーさんさあ 1P のベニマルじゃあ 2P のベニマルが取ったのでこれはやっぱまあベニマルきついとは言いますけどあー前転がちょっとまたいそうだったが危ないところだったとさあ K ダッシュもかぶせつつあっ 3D が強いあエニーちょっと噛み合って 3D で4パック当たってでジャンプに強すぎるやろ、まあ、
で小足を決めて稲妻キックを得て 2P のマヨラーさんが先方で大将を引きずり出すと。ダッシュでくぐって、これはハリケーンと、はい、5割いただき、ベニマル汚い、汚くない、汚くない、強すぎる、ベニマル、厚み有利やで、ジャンシーがやっぱ強くて、めくりと見せかけたジャンシー。さあ、ジャン、マヨラーさんがやっぱベニマル強くて、ちょっと稲妻キック出なかったが、相打ちになってありがたいと。ジャンシー強すぎる、ジャンシー強すぎる。あ、ちょっと竜巻相談の後半が当たって、まあ、ジャンディ強いとやっぱ振り方がうまいですね。置くところがうまいのでガリガリ当たって、霞が死にそうだな、まあ、奇跡の女ということで、奇跡の女大最強系だし4ゲージあるし、なんとか見せてほしいところ。さあこれで K ダッシュがちょっと1回タイプ取ったら終わるが、出社ラート、あ、ガーキャンで終わるが、やっぱアインで終わると。さあ 2P のマヨラーさんが取りました、さすがと、6回戦勝ったのはマヨラーさんです、うまい、続きまして 1P コナさん、甘えるな、クリアさん、俺喋ることないからそんな喋らしとこわ。できるできる、やらせてみよう、ずっと喋ってるから俺喋らんでええわ。で 1P コバ君、 1P コバ君、 2P キリアン、さっきまで実行したキリアン対戦してる、どう、うん、まあどっちお互い身内なんで、まあ手の内は分かってるけど、まあまあ裏書きつつ、ただキリアンちょっとコバ君苦手っぽいっす、苦手やな、ああ俺も苦手、まあ俺も苦手拒否がうまいので、うん、そこをキリアンが攻めでどう捕まえるかっていう、うん、ただまあもちろんコバ君もキリアンはちょっときついって言ってるんで、いい勝負になるんじゃないかなと。おいおい、コバ君、メイリーどうした、メイリーどうした、メイリー、うん、で、ワンピーコバ君の先方がウラクリス、ツーピーがキリアンが K ダッシュ、あ、 K ダッシュはガリガリ攻めて、ジャンディが、おちょっと繋がらないが十分なダメージ、対空ちゃんと見て、シュッシャラート、あー、リバダイしたところラインが引っかかるが、あー、バレたところにシャラート入って、ちょっと痛いダメージだが、あ、ちょっと勝利パナして、結構パナすからね、まあ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 、シュッとやって、あー、小足長すぎる、終わりや、あー、立ち元足届いて、Kダッシュが取る、強すぎだろ、Kダッシュ、ほんま。さあ中堅が草薙、完全上位互換の K ダッシュさん、クローンの意味でね、しんどくないのこれ、いやまあなんとかなるんじゃ、おお、うまい、カウンター確認、うまシュッシュッシャラーと、さすがキリアン、うまいな、固めて固めて前へ出てしまうが、ガーキャンできなかった、結構ガーキャンが多いんでね、そこを釣ってったらいけるんですけど、足投げして足継続、はい、打ちになってちょっと酔っ払われるが、ちょっと暴れて、さあキリアがガンガン攻めガクラしてしまって、出社終わるや、このキャラ強すぎだろ、まあ対策され放題ですけどね、もうみんな、なんか対策されすぎて軽ダッシュいける軽ダッシュいけるって聞きますけど、さあ満杯の軽ダッシュ、ゲージない街はマチはなんとか頑張ってほしいが、これはさすがにきついが、あっ、使っちゃった、使っちゃったが、まあ本人が判断したんでしょう、消えだし、いや、シッシと、シュッシュッと、ガンガン攻めて、ガクラ食べて、暴れたところ、どっちでも一緒だったな、今のは、ガクラするし、で、最大が入って、マチュアが死にそう、どうするんだ、おはガクラに来て、あ、下手くそー。下手くそまあフォローして、壊し壊し出社だと、取ったのが 2P のキリアンが取りましたと、めっちゃ嬉しそうや、キリアン嬉しそうガッツポーズしてはる、 2P ジョーカーさん、はい、キリアンが実況に戻ってきました、下手くそが最後なんや、緊張しちゃいましたさすが言い訳してますね、初めのクリス・ザワセさんが出ました、あれでかかったね、結構いつも負けてるんでね、ああコバ君のクリスほんまに強いでね、あのクリス強いよね、先方の使い方心得てるというか、で次が 1P ロッシーさん、 2P J、 J 僕の師匠がね、来ましたね J
ほんまにね、師匠のくせになんか前めっちゃ温めてましたけどキリアン J めちゃめちゃ温まってたけどさ、ちょっとね煽りましたね最近後ろで見てるんでね J は。あ、対策して腕組んでやってくれないワンピーのロッシーさんが履いてる、うん、たまにもんってくる人ですね。茨城勢の人ですね。あ、そうなんだ。あ、そうそう、あへ、なんか茨城の経営者の店員さん、あ、うん、やったと思う。強いですよね。そうそうそう、うん、強い強いです。アンヘル使ってたんでアンヘル使ってほしかったんですけどね。まあまあいいや、大会用ということで。なんかジョンがすごい強かったイメージですね。俺ジョン見たことないわ。さあ K ダッシュ対霞、 J に勝ってほしいですね。 J を分からしてほしいですね。 K ダッシュの色は被っちゃうんだそういう意味で、いいから人気っすね、やっぱりいいから人気ですね。さあ固めて固めて、霞がきつそうにしてるが重ね当てで大打ちになって、ワンゲージあったらね、うん、ガーキャンで倒れますか、うん、潜るが壊しの距離じゃなかったと判断。いやー、安い、まあ、安いけどミスるよりマシ。 C 投げしてちょっと頑張ってバランスと上げさせて、投げはちゃんと外して D 投げで、さあキワキワの勝負になってはい、 D 強すぎる。やっぱ強えな霞。まあ強いですねやっぱり。さあ霞対ハイデル、まあ、ゲージ内勝負なんで多分これはハイデルの有利の状況ですが、わあほんまにその5番からの竜巻。そうだ、なんかハイデルは、うん、もうクロスカッター霞飛びやすい気がするんですよ。あーでもジャンプ緩いから、ベニワルみたいによく球超えてるイメージなんですよ。あただハイデルちょっと体力疲れさせられてるが、あ、5番キリング、まあガーキャン、いやガーキャン無理無理、あれ無理無理ちょっと珍しい行動が決まり、ハイデルが取ると、まあまあまあ勝ちゃいいんだよと、5番暴れを取ったのだと。お、今のはしばらくうまっ、抜け出し、あ、壊し、シュッシュッシュッしたなと、シュッと消して、まあこれはもう、あ、ちょっと今のは激しいが、おお、ちょっと釣りに行こうとしたが暴れが早かった。あ、前 B から、おお、うまっ、ちゃんと禁止にしてる、うまっ、抜けれなかったとはいえ体力取ったんで、カウンターからの、あ、なんだってそれは、なんだ、出馬的には自信があったんちゃうんか。いや全然でしょ多分、まあでしょうね、うん、さあパオハイデル、まあ3ゲージあるんでなんとかなる、まあいろいろ物議かごし出してるこの2人ですが、完全に僕はハイデルよりと押しますけど、完全にゴムですねこれそうお前どっちも使ってんのに適当言いやがってよ、見てる感じや、そんな感じ。はい、甘えたガーキャをガードして、足払いは間に合わないが、ただハイデルが勝つときはもうカンフーっぽい感じですからね。あ、そうですね、もうただパオンを勝つときは勝ってますからね。そう、もう通したもん勝ち、守ったもん勝ちみたいな。跳ね返して、まあまあちょっとパオンは、おお、奈落刺さって、体力温存、ゲージ温存で、パオ奈落使用禁止にしてほしい。いやいやいや、じゃあアイン使用禁止やほんま。あ、これちょっとやばいぞ、ジョンパオね、ちょっと橋で詰まされる行動があるんですけど、あ、でも弾でいけるんじゃないですか。いや、あの消されるんすよ。あーあ、ブンで奈落刺さって、画面端さえ背負わなければなんとかなるか。あ、うわ、あ、決まって、あーほーい、ガード決まって、 J が取ると。僕 J とか、あ、先を見据えて、いやな負ける感じしてちょっと嫌だっすね。1P ウッキさん、 2P サドマゾさん、あ、いいよいいよ、スタンバイお願いします。 1P ウッキさん、 2P サドマゾさん、お、ウキさん、これはまあどっちも身内なんですけど、サドマゾはウキさんを得意としてますね。そうですね、よくウキさんは苦手としてるんでね。それでは始めてください。ただウキさんは僕のデュエルの相方なんで、あ、確かにね、はい、このうんこプレイヤーを分からせてほしいですけど僕のパートナー対クソゲのパートナー、パートナー対決、パートナー対決頑張れ。じゃあ俺はちょっとウキさん側で実況するけど、じゃあ僕サドマド応援しましょうか。応援実況、こんな実況もあっていいんで。さあキング頑張れよ、ジャンニーが刺さって、
あ、いいよ。あ、じゃあ、アフルコンに行けずか、ダメージはちゃんと取ると。ほらよっと、なんだその勝利は。練習で追っ払って、おい、全然応援してへんやん。全然いいところがない。今んとこいいところないから。なんか、何言っていいか分かんない。さあ、ウクさん、うまいぞ。さすが我がパートナー。なんだその暴れは。さあ、フル強いっすね。減るからね。減るね。さあ、ウクさんは慌てず、はい、あ、ちょっと行って、これ見てそう思いますか、僕はね。あー、ミラナが通っていいよ、ウクさん。その調子。あ、僕のパートナーはパワエスさんなんで、ね。あー、うんこプレイヤー、うんこプレイヤー2人がいますね。ちょっと、まあ、首か。首です。まあまあ、3番、ナンバー3ですね。厳しい。これなんか、ハノマルさん曰く山崎がちょい有利らしいです。まあリーチの差があるんでね、ちょっとガーケン漏れてしまうが、しゃがんだら当たんないですね、うん、あ、当たりますもん、しゃがんだら多分当たる。ただ、さすがこれはうまいことさばいて中堅対決。やっぱザコウタカ、そうそう、こういう時あるんですよ。これがきついねんよな、ほんま。ザコウタカ飛び道具もなくて、なくて、まあ、なかなか近づけないけどね、うん、で、ゲージもないからヘビ使いに全然できない。絶望的。合わせて前転とかしかないんすかね。ちょっとぶっぱ前転気味。あおあ、あは4分の1当てやがった。リバー大したところコパンで取るが、あれ強いっすね、やっぱりね。うん、ヘビキャンプで延々で固めて投げる。あ、この延々強いな。今の見せかけっていうのがね、やっぱりパートナー重いね。しゃあ、まあちょっと今日のこれはきついが頑張れ、うんくさん頑張れ。ああ、いいよ、使うしかないっすね。うん、ガーキャン使って追い込んで、あーあー、ザキャラちゃん、さすがパートナー。うんこプレイヤーがよ、ザキャラちゃん。いやいやいや、やっぱさあ、魂からのラルフ、ゲージないから、あ、いいよ、勝っちゃいいんだよ、ぶっぱ前転でも。幼稚園でも勝てばいいか。確かに。あ、いいよ、ここ取って固めて前転ダメだと C 投げと。おお、ちょっときついですねこれね。ラルが落ちるときがきついが、お、ちゃんと C 投げしてんのが素晴らしい。 NC でやって、あと一発、あと一発、いいよ。いや、サドマズがやばいやばい言ってる。ハイデルでしょ。ハイデル、いや、これはもうマヨラーさんでハイデルのうちのことやってるんで。そうなんすかね。でもだゲージがないんでね、ちゃんとか頑張ってほしい。あ、うますぎる、うますぎるやろ今の。お、いいよ、その調子、暴れてんじゃねえよ。ゲージないよ。さあ、ここへ、さあ、ウクさんはこの体力差で落ち着けてる。いいよ、ちょっと相打ちだったがいいダメージ。危ないところだったが、これはちょっと落ち着いて、ムーンスラムーンスラと。あ、クロスか、クロスカッターか、うん、固めるが、ジャンビー、うま、あ、うまい。どうやこれ。あ、これはまだわからんな、ちょっと怖いけど。あ、危ねえ、今のは壊しからの発動前ビーやったね。いいよ、安全に避けて、いいよ、ちょっと、あー、ちょっときついが、外して、あーあー、いいよー、いいよー、終わってたやろが、下手くそが、これが僕のパートナーなんか、これ下手くそが、さすが我がパートナー。めっちゃゆっくりでいけるでしょ。いけるはずです。焦った。